どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。ゴッド・オブ・オー・ラフナロック。今回は火力系の非常に強力なレリック、スコフニュングの塚頭。性能と入手方法をざっくりご紹介します、えー。こちらが今回ご紹介するレリックです。クールダウンが結構長いんですけど、剣を7本召喚して自動で敵を攻撃するっていう効果です。これは敵が単体であれば、すべての剣が1体の敵に対して集中して攻撃します。 敵が複数の場合は剣がそれぞれの敵を攻撃するっていう感じですそれではちょっと実際の映像を見ていきましょうまずこれは複数の敵3体かなに対して使ってます剣がしっかりそれぞれの敵をひるませてくれてるので結構安全なんですよね複数の敵にも対応できてダメージも高いので結構強いですでは続いて単体の敵敵が単体の場合は全ての剣が1体の敵に攻撃を集中するのでさらにダメージが出ます どううでしょう結構強いですよねレリックだけで HP これだけ削れますこのレリックの一番の弱点は長いクールダウンなんですけどベルセルクシリーズの防具を着てると倒す頃にはこれくらい回復してるのでベルセルクの防具と合わせればクールダウンもそんなに気にならないと思いますベルセルクの防具は以前入手方法をご紹介しておりますのでよかったらそちらをご覧くださいそれではスコフニュングの束頭入手方法です 各地のベルセルクの墓石のボスすべて合計12体かな。倒すとミズガルズのここにベルセルクの墓石王の墓っていうのが出てきます。ここでここをフロールフと戦えるので倒すことでスコフニングの塚頭入手できます。結構強いです。今まで戦ってきたベルセルクの墓石の敵の攻撃をいろいろ使ってきます。攻撃の回避とかパリーのタイミングが特別難しいっていうわけではないんですが体力が多いのと攻撃が痛いです。 ルンダベルセルク、スタインビョルンで試してみたんですけど、スタインビョルンで防御を固めながら、ちょっとずつ削っていくっていうのが一番安定した気がします。で、12箇所をベルセルクの墓石をやっていく中で、個人的に2箇所ちょっと行き方が分かりにくいところがあるので、簡単にご説明します。まず1箇所がバナヘイムのここ。ここベルセルクの墓石あるんですが、深い溝があって行けなくなってるんですね。 同じくバナヘイムのここ密林の入り口っていう場所があるんですけど、ここからマップ上で言うと下の方、下の方に少し進んでいくと蘇った川っていうサブクエが発生します。そのサブクエをクリアすることで深い溝に水が流れるので、こういうルートで船で渡っていけるようになります。次、ニブルヘイムのここの墓石。ここはおそらくメインストーリークリア後になると思うんですけど、シンドリの家の前でベルを鳴らしてリスが出てくるので会話してアイテムをもらいます。 そしたら、狭間の門からここの狭間の門を解放して飛べるようになります。ちょっとね、入手が大変なレリ,リックなんですけど、その分強いので、よかったら使ってみてください。はい、ということで、ざっとご紹介させていただいたんですけども、いかがでしたでしょうかよかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。